さんこんにちは。小倉第一病院栄養科です。今日は簡単に作れる電子レンジの使用した簡単レシピを作っていきます。まずはブリの照り焼きを作ります。透析患者さんは瓶の量などを気にされて、タンパク質が入ったお魚などの量だったり、回数とかも減りがちなのかなと思います。今回紹介するブリはリンが比較的少なくてタンパク質がしっかり取れるので、すごくおすすめの食材になってます。では作っていきたいと思います。まずは材料とそれに使用する器具などの紹介をさせてください。まずはブリです。調味料はお酒、みりん、お砂糖、醤油、生姜で、とろみをつける片栗粉です。あと使用する食具などはですね、器具などはこちらの耐熱容器や熱に耐えられるお皿などでも大丈夫です。あとはこのような大さじや小さじ、小さじ2分の1のさじがあるといいです。それでは作っていきます。ではまずブリの臭みを取るためにお酒を入れていきます。これは栄養成分とは関係なく分量外で入れていきます。大体適当で大丈夫です。これをですね5分置いていきます。その間にこの耐熱容器に調味料を入れていきます。まずお酒が大さじ2分の1です。次、みりんも大さじ2分の1です。そしてお砂糖が小さじ2分の1です。で、お醤油が小さじ1です。で、生姜が 1g、 だいたいチューブ 1、2センチぐらいです。この調味料混ぜていきます。混ぜ合わさりました。ではこの中にお酒をつけて臭みを取ったブリをですね、キッチンペーパーなどで水気を取っていきます。気になる方は流水と水道水などで洗っていただいても構いません。しっかり水気が取れたブリをですね、耐熱容器の中に入れていきます。この上にラップをふわりとかけていきます。はい、それでは電子レンジで加熱していきます。今回1人前でのブリを加熱するので、だいたい3分ぐらい加熱してください。様子見で2分とかで1回開けてもらって、加熱の状況を見て追加でも構いません。で、何匹かまとめてする場合は何切れかですね、まとめてする場合は4分ぐらいを目安に加熱してください。では一旦3分で加熱してみます。600ワットで3分加熱します。はい、では3分経ちましたので、中を見てみたいと思います。熱いので気をつけて取り出してください。加熱が終わりました。このままですね、5分程度、ラップをつけたままですね、粗熱を取っていく間に調味料がブリの中に染み込みますので、このまま5分置いておいてください。はい、では5分経ちましたので開けていきたいと思います。
ってます。ではブリだけをお皿に取り出していきます。ではこの調味料の中にとろみをつけるために片栗粉を入れていきます。だいたいこの量だったら 1g もないでいいと思いますので、小さじ2分の1のさじを使ってちょっとですね、本当にこれぐらいの量で入れていきます。はい、ちょっと混ぜていきます。少しとろみがつくようにまた電子レンジで加熱をしていきます。はい、では、この1人前の量なので20秒ぐらいでいいかと思います。加熱をしていきます。600ワットで20秒。では加熱が終わりました。開けていきます。少しとろっとなったかなと思います。ではこの少しとろみがかった調味液をですね、盛り付けておいたブリにですねかけていきます。はい、ブリの照り焼きが完成しました。ではブリの照り焼きの栄養成分をお伝えします。エネルギー220キロカロリー、タンパク質 17.1g、 脂質 14.1g、 炭水化物 7.3g、 カリウム 330mg、 リン 115mg、 塩分 1.1g です。皆さんいかがでしたか？電子レンジだけで、結構しっかりとした一品料理ができたので、お魚料理というのはなかなかちょっと敬遠されがちだとは思うんですけども、簡単に作っていただければ嬉しいです。ぜひ参考にされてみてください。以上でブリの照り焼きのレシピ動画を終わります。